傑作が生まれ落ちた素地にあるのが一人の状態だということ、多くの人々を感動させてきた文学作品や簡単な声を上げるしかない美術作品の数々、それらは原稿用紙に向かいキャンパスと向き合った孤独な者たちの手から生まれたものだ。もちろん孤独でありさえすれば偉大な作品が生まれるわけではない。孤独は創造性にとって十分条件ではなく必要条件なのだ。だからいきなり深遠な試作やらオリジナルな発想やらがどうして生まれてくるのかと聞かれても答えようがない。しかしそういう傑作が生まれ落ちた素地にあるのが一人の状態だということは知っておくべきだろう。